高からドラフト2位で中日ドラゴンズに入団しました。アメリカやドミニカへの留学などを経てプロ10年目の1996年に本塁打王を獲得。その後オリックスを経て2005年からは楽天の創設メンバーとしても活躍されました。創設期から主将を務めるなどチームを支え、2007年には今お話もありましたように39歳で本塁打王、打点王の二冠王に輝き、ベテランの枠に達してもなお第一線で活躍する姿は大きな支持を集めました。2012年からは中日ドラゴンズに復帰、翌13年に現役を引退しました。引退後はスポーツコメンテーターだけではなく、企業や学生向けの講演の講師、さらにレーサー、またスポーツカー、ミニカー、腕時計などの多方面の趣味を生かして活躍されています。それではご登場いただきましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。山崎武さんです。お願いします。皆さんの笑顔が輝きましたね。どうもよろしくお願いします。もう私は小学校の頃から中日ファンでずっと活躍している姿を見ていたので、もう楽しみでしょうがなかったです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お座りください。さあ今日はですね、30分間という短いお時間ではなりますけども、はい、お話をいろいろ伺いたいと思います。まずは今回スポーティブライフ月間、スポーツをこう始める方を応援するという意味でもですね、まず最初に山崎さんのスポーツ始めたきっかけ、まあ、野球ですね、やはり野球を始めたきっかけというところをお伺いできればなと。そうですね、まあ、僕今年50になるんですけども、はい、まあ、僕らの小学校時代っていうのは男の子はスポーツイコールも野球だったんですよ。今みたいにたくさん あのスポーツ競技昔からありましたけども、選択肢っていうのが、ね、あんまりなかったんですよ。ですから家の近所にある野球チームに、まあ、入るのが、まあ、大体男の子は初めそこが入り口だったかなっていうふうに思いますから。ただ僕も野球が好きだったっていうことじゃなくて、ただスポーツやってみろって言って身近にあったのが野球だったんですね、実は。そうなんですね、はい、あとこうファンの間では、うん、その中でもこう相撲部だったりとか他のスポーツもやられてたって話も結構話題なんですけど、これは中学校の時に今では考えられないけど、はい、いろんな部活を掛け持ちできたんですよ。今そういうことやったら多分ね、違うことはなかなかできない。一番問題は親御さんがクレームが来るとかいろいろあるんだけど、昔はねやれたんですよ。で、まあ、これはいいのか、まあ、僕はいいと思ってるんですけども、やっぱりこう競争ですよね、うん、今はこうなんていうか、あまりこう競争をせずに手つないで一等賞っていうところもあれば、ね、そこを明確に、いや絶対にこう勝ち負けつけるよっていう、どっちかって今の初めのこの若い子供のうちの時っていうのはあまりこう勝敗をつけたがらないとか多いんですけども、まあ、その辺が今のこのハングリーさでなくなってきたところ、スポーツのですから、僕は中学校の時は先生に勧められて相撲どうだって言ってやらされて、いやいややらされたんです。まさにね、そこに相撲場があったでしょ、はい、あるでしょ、あ、はい、そこで愛知県のね中学校の相撲大会、はい、2日間だけ練習していたら、いや僕愛知県で優勝しちゃったんですよ。相撲部屋から5部屋ぐらいスカウト来ましたね。それでもやっぱり野球を選んだんですか。いやデブになりたくなる今デブになっちゃったけど、ですけども、まあ、そんなことでですね、相撲やったり陸上もこのスタジアムで愛知県の大会に出たんです。で優勝しました。で全国大会行って準優勝、ね、高校から十数校来ないかと誘いもらったんですけど、実はね僕野球が一番苦手だったんです。これ本当に中学校の時も1回戦負け、で最後の夏の大会も3打数3三振。だから僕野球の実績っていうのは実は
中学生もね、全くない少年だったんです。でもそこからこう野球の道に進んでいかれたんですね。まあね、あの幸いにも僕もあの愛工大名電っていう野球では有名なね学校に、まあ、本当に運よく入れましたので、まあ、そこから徐々にっていう感じなので、ね、皆さんあの遅くないですよ。中学校の時まだあのレギュラーとして活躍できないとかそんなこと言ってます、言ってても高校行ってガンと伸びる選手もいますので、あのいろんなスポーツやってほしいなと。だから僕はあのいろんなスポーツやったからこそ、まあ、最後野球に収まって良かったなっていう気がしますね。いろんなこう視点というか見えるものがやっぱり変わってくるんですかね。うん、まあね、あのスポーツって全てにおいてやっぱり足なんですよ。下半身の強さが一番なんですね。で例えば野球やるにあたってじゃあ相撲は何がいいかってやっぱり下半身強化に、陸上だってあのボール投げをやってたんですけども、ボール投げと、ね、投げることって一緒じゃないですか。だから全てにおいて何かこう通じるものがあると思ってやると上達するんじゃないかなと、そう思ってますけどね。全力でこう取り組むことでこう一つの競技にも返ってくるんですね。子供の時にね、今子供さんもいらっしゃいますけども、いろんなスポーツやってると思うけども、はい、ひょっとしたら今のスポーツが自分に一番合ってるスポーツじゃないかもしれない。でいろんなことをやって、じゃあ違うことをやった、それで成功するっていうことはもうたくさんありますので、僕が小さい時にはいろいろなスポーツをチャレンジしてみて、で自分が一番合ってるなとか、あ、俺はこれが好きだなとか、これを極めたいなって思うスポーツをやることが一番いいことかなっていうふうに思いますね。だからスポーツを好きになることね、自分がやってるものが好きになることが一番大事なんですけども、もうちょっと僕がプロでね成績出して足りなかったところはそこだったんですね。いやいや、もう野球っていうものがもう大好きで大好きでたまらない。僕の後輩であるね、愛工大名電の後輩のイチローなんていうのはもう野球が大好きで大好きで仕方がないっていうふうなねことを言ってますけど、僕もああいうふうになってれば名球会に入れたかなね、100僕は60本足りませんでしたから、その辺が僕が足りないところだったかなって今反省しても遅い、ね、でもそういったこう経験を聞いて、今日なんて特にいろんなスポーツありますから、はい、今までやったことのないスポーツをこう子供さんたちちょっとチャレンジしてみるっていうのもいいかもしれないですね。いやいや、もう自分があんまりこれ得意じゃないなっていうことがやってみたら意外と人よりできてたとかね、そういうことってたくさんありますから、いろいろみんなチャレンジしてほしいな。はい、私お話聞きたかったことはですね、私は、ちょうどドームができたぐらいの年が、はい、野球を見始めた小学校1年生の頃、97年ぐらいだったんですけども、はい、もうその頃ですと4番ゴメスさん、5番辰巳さん、6番山崎さんってい こうラインナップでですね。あ、そうですね、はい99年の、はい、優勝の年、11年ぶり、私それ小学校2年生の時だったんです。2年生だったの、まだ 3年生ぐらいの時だったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとか、はい、家族とかとみんなで野球見ていまして、優勝前マジック5になる時ですかね、そうだね、サヨナラ逆転のスリーランホームラン、はい、もうあれがですね、大塩監督も泣いていましてもうあれが本当に今でも思い出すと泣けるってぐらい、ありがとうございます、ね、こういったこう名シーン多分それぞれ皆さんも思い出があるのかなと思うんですけども、うん、やはりこうその頃のエピソードっていうのはこう自分の中でもこう思い出としては大きなものになっていますか。そうですね、まあ、皆さん、その99年優勝した時のね、サヨナラスリーランのことを皆さん言ってくれてありがたいんですけども、まあ、僕もいろいろなところで、まあ、著書も書かせてもらったりとか、イベントでもいろいろ話させてもらったんですけども、あの時はね、もう反骨精神の塊でしたね。そうなんですね。あの時の当時の監督さんって誰か覚えてますか、皆さん。ニコニコってしてますね、皆さん。高木森光さんじゃないですよ星野誠一さんだったんです。東証ですね、ですから僕は星野誠一監督を見返してやるんだっていう気持ち一心でやってました。そうなんですね。でもあのね、僕は正直なトークをさせてもらいますけど、僕はあんまり好かれてなかったみたいなんですね。そうなんですか。それなんでかって言ったら、もうなんていうかこう、はいって言えなかったですね、素直に。で常にこう自分の中で
あいつに負けたくないっていうね気持ちでやってたもんですから、当時もね、4番がゴメス、5番が立浪、6番が僕で、7番が大鵬さんだったんです。で、99年なんで、僕は10年前に、その1996年にホームランを取ってるんですよ、はい、なんで俺がホームランを取って3でホームランを取って3割2分って打点も100何打点打って6番なんだよと、俺が4番だろというふうにずっと思ってたけど、6番しか渡してくれなかったんです。常にやはり俺が4番だっていうような気持ちでやってて打たせてくれなかったんで、絶対に見返してやるぞという気持ちで実はやってましたね。そういったこう反骨心っていうのはすごい大切なんですね。プロには絶対必要だと思います。誰々に負けたくないんだ、うん、ね、口にして言わなくてもいいと思うんですけども、でも勝負の世界ってやっぱり厳しいので、特にプロというふうにつくと、もう自分が気を抜いていたら、ね、あっという間に若い選手にバッと抜かれて、ポジション取られてしまったらね、野球やめなきゃいけないし、ね、その時は家族もいたし、家族を養っていかなきゃいけないっていう気持ちもあったので、絶対に若い人にはあげない、隙を与えないっていうふうに思って、もうギラギラしてやってましたね。そうだったんですね。だから今ではね、現役辞めて5年も経つとギラギラさも全く欠けてしまいましたね。年を取っていくばかりですけども、でも何て言うか、いくら年を取っても現役を退いても、なんかこう勝負したいって気持ちは常に実はあるんですね。だからこそ現役に対しても、車のレース、はい、活動をさせてレースでこうレースしながら相手に勝ちたいなっていうね、そういうギラギラしたものを持っていきたいなと思って今やらせてもらってます。そういった気持ちっていうのは何歳からでも燃える気持ちが出てくるんですね。いや結局ね、僕の先輩たくさん今日見えますけどね、はい、もう毎年毎年こういろいろ考えてやろうって思ったんだけども、もういっかって皆さん思いますよね。それに僕もね、毎年毎年年だったって思っちゃう時あるんですよ、はい、それじゃダメだなと、もっとこうなんか争って戦っときたいなって、なんかの形で自分の今のできることをね、この年でもできることで、勝負したいなって気持ちで今は生活してますね、はい、何歳からでも皆さんもこう燃えていけるっていうことですね。そうそう、そのためには一番はもう元気じゃなきゃいけないってことですよね。そうですね、健康じゃなきゃいけないっていうことなので、この健康も今ね、僕も危ぶまれてるというところなので、いやでもやっぱりそうやってこう続けてきた、こう何かに燃えるっていうのを続けてきたからこそ、まあ、その現役生活27年間の間にも43歳でこう4番の記録も更新されてますよね。そうですかね、最年長記録、どっちかというと僕は年取った方の、年を取った時の方が成績上げてるんですよね。ドラゴンズで18から入って33ぐらいまでいたのかな、の中でホームラン200本で、楽天に行って30超えてからたった7年間でホームランもう200本打たせてもらって、まあ、その中でやはり一番の違いっていうのは、取り組む姿勢が変わったかなと、これはですね、やはり、野村監督との出会いで変わることができましたね。著書にも書いてありましたね、さらばフロイもう全てもう全否定されました、僕という人間を、そこもまた反骨心が出たりとか。でその時に僕が一つ自分で自分を褒めてやりたいなっていうふうに思うのは、やっぱね、若い時だったら野村監督に言われてもうるせえじじいって言って喧嘩してたと思うんですよ。だけどやはり自分もやはり何かこう変わりたい、ね、このままじゃダメだっていうことで、野村監督に全否定されていろいろ言われたことが素直にね、ちょっとこうスッとこう自分の体に入ってきたのが変われたとこかなっていうふうに思いますね。受け入れるっていう姿勢ができたっていう、はい、だから若い時には全てにおいて受け入れられなかったんですけども、もうとにかく自分が俺がっていう気持ちでやってたんですけども、まあ、年を取ってやはり自分が結果が出なくなって
周りからも認められなくなった時に、じゃあ自分は何をしたらいいかっていうことで野村監督と出会って、いろんなことをアドバイスしてもらって、人として全否定されて、まあ、変われたかなっていうね、うん、ですから非常にいい時期に野村監督と出会えたかなっていうね。だから周りはね、早くお前野村監督と出会ってたらお前2000万安打打てたしホームランも500本打てたなっていうんですけど、違う、ね、若かったら必ずやってたっていうんですよ、ね、衝突してたっていうので、ね、まあ、ちょうどいい時にいい人に出会えたかなと思ってます。人との出会いっていうのもこういったスポーツにおいてはこう広い意味では大事になってきたりとか、人を大切にしたりとか。そうなんですよね、あの残念ながらこう人あのいくらこう指導者とか監督とかそういう人たちっていうのは最後はねやっぱ人で見ちゃうとかあるんですよ。ですから特に野球っていうのは9人しか出れませんよね、ポジションで。プロ野球っていうのは今ドラゴンズでも選手70人いる、で同じポジションのライバルっていうのはね何人かいるわけですよ。でもたった1人しか1軍では活躍することができない。じゃあそこでただ実力があってもう絶対的な力があればね、その1軍に活躍することはできますけども、じゃあどっちかもう本当に実力的にはそう変わらんなっていうふうに思った時って、人間性で取ったり将来性で取ったりね、いろんなことが出てくる。これ野球が一番辛いところなんですよね。例えば相撲とか、ね、テニスっていうのは自分の個人競技は試合は出れるじゃないですか。野球やサッカーとか、ね、団体競技っていうのは実力があっても試合に出れない時がある、これがやっぱり大変ですよね。チームのバランスとかもあったりとか。そうですね、そういうところの状況で自分が、その負け組に入った時の振る舞いとか、そういうものを野村監督にいろいろ指導を受けたというところですよね。だから試合に出なくてもやるべきことはあるだろうと。チームを勝つために何をしなきゃいけないか、でチームのために応援するのもこれし、チームにとっての貢献、ね、でも自分が出た時に、ね、準備ができてなくてはい出てやってみろって言った時に結果が出なかったらもう自己責任ですから、常にそういうふうにいつでも出れるって状態を自分のモチベーションをしっかり持ってやれることが成績につながるんじゃないかなっていうふうに思うので、ただ皆さんね練習したね、一生懸命人よりも10倍100倍練習して結果残るなんて思ってたら大間違い。ああそうなんですね。だから努力はこう絶対答えてくれないよっていう、はい、っていうわけではないよっていうのことも著書に書いてましたもんね。努力なんていうのは全く嘘をつきますから、はい、でみんなじゃあ努力したら結果が伴ってくるかって言ったらそれは違うんですよ。でも何もしなかったら何も結果起きません。だから僕は子供たちに努力しなさい。でも努力して結果が出なかったら自分で納得できるでしょ。何もせずに結果出なかったらね、モヤモヤした気持ちでなんだろうな、ダメだろう、あいつがどうだからとか人がどうだからじゃなくて、自分でやるべきことをやってやりきって、あ、やっぱ俺はあいつに努力したけど勝てなかったって言ったら自分でやっぱり納得できるじゃないですか。自分を納得させるために練習っていうのはするもんですから、その辺を、努力イコール結果なんて思ってる人ほど結果は出ないよね。失敗することを恐れちゃダメっていうことも書いてありましたけども、はい、やっぱりこう皆さんこう最初ってこう踏み込むこう勇気っていうのがいかなかったりすると思うんですけど、はい、やはりそこはグッと一歩行くっていうのが重要になってきますか。これはですね、僕が育った愛工大名電の監督であった中村武史監督っていう人に、教わりました、やはりね試合をしている時にビビってしまうこともあるんですよ。消極的になることもたくさんあるし、ね、プレッシャーにもう本当に押しつぶされることはあるんですけど、でもそれって、ね、やらなきゃいけないんですよ。バッターボックスにも立たなきゃいけないわけです。ダメなら代打出されるわけですけど、じゃあ立つんだったらお前どうするんだって監督に問われたんですね。思い切ってやってやるのがいいのか、ビビってバッターボックスに入るのがいいか、じゃあどっちだって言ったら100人100人絶対思い切ってやった方がいいと思うわけですよ。じゃあそれでって結果出なかったら仕方ねえじゃん。だってもうビビってやっても1回、思い切ってやっても1回、じゃあどっち取るっていうふうに思ったら
思い切ってやる方がいいよっていうことを、まあ、高校の監督に言われて、それを僕は現役時代もずっと思ってやってましたので、おかげさまで僕ね、野球に関してビビったこと一回もないです。嫁さんにはビビりまくってます。野球に関しても一切ビビったことないです。もうダメならしかないと思って、まずそう思ってますから、はい、それでこう信念を一つ貫いてこう続けていくと、こう例えば先ほどおっしゃってたように、まあ、くじけた時とかうまくいかない時とか、負け組に入っちゃうかもみたいな時とかもあるけど、そこでもこう続けていくと、こういろいろ自分の視点が変わったりとか、ね、変化が出てくるんですね。うまくいくことをね、みんな思って練習したり努力したり、これは当然しますけども、でも人生ね、うまくいくことなんてほんのちょっとなんですよね。そういうことを思えば、まあ失敗してもしゃあないな、自分の今やるべきことをやってダメだったらこんなもんだっていうふうに思えば、僕はそういうふうに割り切ってましたね。だから僕もプロ野球入って3回クビになったんですけども、1回目の組の時はやっぱりどうしようって思ったんですね。でも自分で決めたことなんですけど、なんかぼんやり自分の中でぽっかり穴が開いたような気分なんですけども、でもね、やっぱり人間ね、強くなるんですよ。1回組だと2回目なんか、ああいつでもいいよと、もう俵越しね、崖っぷちで勝負してやるよ、ダメなら土俵割ってもうやめればいいんだっていうふうに思ってから成績出ましたね。今中日ドラゴンズ、こうちょっと今季までこう苦しいところもあったかと思うんですけども、はい、私秋季キャンプを見に行ったんですよ。あ、見に来ました。行きました、はい、どうでした？近くで見て、やっぱ若手の選手がこう特訓をしているところとかが目立ったなって思っていたんですけども、はい、やはりこう与田監督に代わり、そしてドラフトも1位の根尾選手がこう来るということで、はい、こうなんかまた新風がこう新しい風が来るんじゃないかなっていうふうに思うんですが、今年はいかがそうでしょうかね。いや、久しぶりにね、明るい話題がドラゴンズにね、根尾が入ってくれるっていうことは、ドラゴンズにとってはもうめちゃめちゃいいことですよね。ですから与田監督、新監督になって大仕事してくれましたよね。もう仕事はこれで十分ですよ。もうテレビの前でガッツポーズしました、はい、リアルタイムで見てました。まあ来年ネオが活躍するかどうかっていうことをいろいろ僕らも評論家としてね聞かれるんですけども、皆さん期待しちゃダメですよ。そうなんですね。期待なんてしちゃダメ。いずれ活躍します。いずれスーパースターになります。でも来年ネオが試合に出て活躍するようだったら、またドラゴンズは B クラスということは、そうなんです、 B クラスです。やっぱり今現状の選手のやはり底上げをしない限りにはドラゴンズは A クラスにはいけません、ネオは3年後の話をしてほしい、ね、高校卒業して来年活躍するかもしれませんよ。だけども当てにするところをネオネオって言ってるようではやっぱダメだっていうことですよね。そこが起爆剤やこう刺激になって他の選手がどんどんこう燃えてくれるのがいい、今年大島が3割打てなかった、来年3割打つ、平田が今年絶好調だったね、継続して平田も来年頑張る、福田も30本期待されながらも十何本で割ったから来年25本ぐらい打つ、高橋周平がねちょっとこうレギュラーのきっかけをつかんだから来年も継続してやるとか、ね、ピッチャーでは大野が今年さっぱりだったけど来年2桁勝利取るとか、はい、そういう当てをしていかないとプロってそんなに甘くありませんから、はい、その中での若いと、そしてまた一番チームを変えてくれるのは実はもう今現状日本の野球は助っ人なんですよ。外国人ね、ビシエドが来年もドラゴンズに残ってくれてね、そこそこの成績出してくれる、アルモンテがね3割打ってくれるとか、そうなっていくとドラゴンズが優勝争いできるかなっていうところになると思うので、ネオの場合は皆さんね長い目で見てやってください、ね、そういう風に見ればいいんじゃないかなと。早く見たいですけどね。それは僕もすぐ見たいですけども、でも来年結果が出なかったらなんだネオこんなもんかっていうふうに思わないでほしい。必ずドラゴンズのスーパースターになりますから。
はい、じゃあちょっといろいろなお話を伺ってきたので、ちょっと一人二人、ちょっと一人ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、コメントを伺えればと思います。どうしても我こそがっていう方はいらっしゃいますか？緊張しちゃいますかね、やっぱ。あ、あげる。あ、じゃあそちらに向かいますね。あ、行ってくださいます。あ、行ってくださいます。野球商店かな。ドラゴンズ来てますね。君は誰のファンだ。誰。平田選手。おお、いいね、平田選手。はい、質問何でしょうか。質問です。どういうトレーニングしたんですか。おお、どういうトレーニング。小学校の時はさっき言ったようにね、山崎さんに野球大嫌いだったの。何にもしないと思うでしょ。だけど一つだけやったことがあります。これ何かって言ったら、バットスイングを毎日100回やりました。お、雨が降ってもね、寒かろうが暑かろうがね、雨降ってる時は車庫でですね、スイング100回、やりました。ちょっとね、重めのバットを持ってスイングしてたのを一つこう努力してたかなっていうふうに思います。これもね、僕はよく野球教室や子どもたちに指導するときにやってほしいことでお願いするんだけども、毎日続けること、これが一番大事です、ね、100回振ることじゃない、ね、長く練習することじゃないんだよね、みんな ね、 ね、自分が例えば30回ぐらいでもうお腹いっぱいだなっていうふうに思ったら、30回を毎日続けてください。それをずっとやってると今度はもう10回増やして40回できるようになります、ね、50回、100回、それを毎日100回スイングができるようになると必ず上達します。そして何よりも上達プラス、あともう一つご褒美がついてくるのが、強いね、自分の気持ちがね、持てるようになります、ね、あ、今日雨降ってた、ちょっと今日は寒いからやめようかなっていうね、気持ちになる。やっぱ絶対俺はこれやり遂げなきゃいけないっていうね、ことになると上達が早くなってきます。これは野球だけじゃなくて勉強でも僕はそうだと思ってますね。スポーツと勉強ね、どっちが難しいと思う。僕はどっちだと思う。スポーツの方が難しいと思う。そうなんです、スポーツの方が難しい、うん、ね、プロ野球選手になるのが難しいか、ね、大学の東大に入るのが難しいかって言ったら、断然プロ野球にやるのが難しい、ね、だからなかなかスポーツって、ね、思う通りにならない。でも勉強って頑張ればある程度できると、ね、山崎さんはできなかったけどな、勉強はな。違う、できなかったけど、やらなかったんだけど、でもね、野球スポーツに関してはコツコツ努力してここまで来たので、ね、自分で野球やってんの、うん、だったら自分で一日自分が何ができるかっていうことを決めて毎日必ずやってください。そしたら今の自分よりも必ずレベルが上がってくると思うので試してください。で、今日見る、僕たちもたくさんいると思うから、勉強なり、ね、スポーツなりで試してやってみてください。はい、ありがとうございます。皆さんも参考になったでしょうか。ではお時間となりましたので、最後に今後の目標や皆様へのメッセージをお願いいたします。そうですね、やはり、僕も野球で生かされてここまで来ましたので、また野球の現役に戻りたいという気持ちはありますけど、それは不可能でございますので、ね、またドラゴンズに日本に来たいなという気持ちは正直言ってあります。今年も、ね、与田監督になりましたけども、監督問題の時には毎日携帯電話を持ってベッドに入っておりました、ね、知らない番号から電話がかかってきた時には来たなと思って電話が出たところ、大体あの時期っていうのはですね、10月とか11月の時期っていうのは野球選手が去っていく時期なんですね、後輩たちが。でその後輩がそんな電話じゃねえだろって僕はいつも思うんですけども、まあね、そんなことで、いずれ、また指導者として頑張りたいなというふうに思ってますので、まあ、そのためにはやはり、
自分を磨くっていうこともね、これしていかなきゃいけないと思うので、しっかりまたプロ野球解説者として、ドラゴンズを応援していきたいなというふうに思ってます。そして皆さんもですね、ドラゴンズファンの方々ばっかりだと思いますので、ドラゴンズを応援してやってください、ね、強い時は応援しなくていいです、ね、弱い時ほど応援してやってください、ね、別に何でもいいんです。身体激励でもいいんです、ね、ストレス解消に名古屋ドーム行ってヤジ飛ばすのに大いに結構です、ね、それがやはりね、選手の力が出てくるんですので、いい時には良かったよ、悪い時にはね、バカローでもいいですから、ね、白くはっきり、ね、選手に、ね、言葉かけてやってほしいなと思います。そしたら必ず近い将来また強いドラゴンズが戻ってくると思いますので、みんなで、ね、応援していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここまでのトークショー、元プロ野球選手山崎武さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。以上をもちまして、トップアスリートによるスポーツトークライブを終了いたします。またこの後もラグビー競技場では、ラグビー練習場でした、失礼いたしました。ラグビー練習場ではゆるスポーツの体験も行っておりますので、そちらにも皆さん足をお運びください。それでは次のお時間までお待ちください。